起立で着席。皆さんこんにちは。おもちゃを片付けるかどうかっていう授業をやっていこうと思うんでよろしくお願いします。なんかの情報で聞いたことないかな、おもちゃは片付けないといけないですっていう情報。片付けなかったら犬がおもちゃに飽きてしまうだとか、犬が遊び始めて勝手に一人で遊び始めて自分がねそれでボスだと思ってしまうだとか、そういう風な情報聞いたことないかな。どうすれば犬と人がより良い関係になるのか、おもちゃの片付け一つとっても人と犬との関係が良くなったり悪くなったりするケースもあるのね。その情報をしつけ学やドッグトレーナーとしての私の経験からお話ししていきます。あなたのね、お役立てのためチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあね、大体犬を片付おもちゃを片付けないといけないねって言われるのは、まあ、片付けなかったらおもちゃに飽きるだとか犬がボスだと勘違いするだとか、それ2つから、ね、自分は聞いたことあるんやけれども、まずおもちゃを片付けなかったら犬が飽きるっていうところから話していこう。じゃあね、これおもちゃまず1個目ね、片付けなかったら飽きるっていうことなんやけど、大事なのはその片付けるかどうか、ね、おもちゃを片付けるかどうかが大事じゃなくて、おもちゃが飽きるかどうかが論点になってくるわけやんか。おもちゃは実際片付けなくても飽きないんやったらそれで OK なわけ。おもちゃを片付けることで、まあ多分希少性を持たせるおもちゃっていうのがたまにしか出てこないから飽きにくくなるよねっていうことで、多分その考えが出てきたんやと思うんやけれども、それは違うよねっていうのは前回の動画で話したね。まあそれもちょっと下の方に用意しとくんやけど、簡単にちょっと説明してもね。おもちゃで、飽きないようにするために大事なのが、一個は興味をね、あるかどうか確認して、それを増幅させて、で、人が長続きするようにしてあげるっていうことね。この3つのコツを続けてあげることでおもちゃが飽きにくくなっていく、おもちゃに対して飽きにくくなっていくのね。だからこれがずっとあるからって言って、おもちゃに飽きるとかそっちの方にはあまり影響がないので、おもちゃっていうのは一定の反応しか返してけえへんね。こうやってえし、ね、噛んだらこの噛み心地とか、まあ、音が鳴る鳴らないとか、そういった反応っていうのは一定しか返ってけえへんよね。だから人がこうやってね、あーすごいねとかよしよしとかいうのはやっぱり生きた感情やから、その場でいろいろとね違う受け取り方とか楽しみ方が生まれるのね。こう触ったりよしよしよし、でそうするとやっぱりね犬っていうのは飽きにくくなるのね。一定の感覚がなぜ一定の刺激がなぜ飽きてくるかって言ったら、毎日ね同じようなご飯食べてたりしたら飽きてくるよね。まあ犬の場合はあんまりそういう飽きっていう感覚はないんやけど、人はあるやんか。例えば毎日ね、例えば朝昼晩牛丼食べましょうね、はい、じゃああなたは毎日これから牛丼しか食べれませんって言ったら飽きてくるやんか。たとえ栄養バランスがそれで完全に補われてたとしても、いやいや、なんかやっぱ違うもの食べたくなるやんか。そんな感じね、まあ、おもちゃ放っておくとそういう同じ刺激しかないから飽きて、どうしてもね刺激に飽きて、もう遊ばへん、もういいこれ知ってるってなるんやけども、こういう人の生きた感情っていうのは、ね、なんかその場限りやから飽きへんだよね。でそういう人の反応がしっかりあればこうやってこのおもちゃね、5ヶ月前ぐらいのおもちゃやけれどもずっと遊んでくれるんだよね。だから片付けなかったら飽きるっていうのはそうではないんじゃないかなと思うのが自分の考えね。まあ現にこう5ヶ月経ったおもちゃでも遊んでるからね。2つ目の、まあ、自分っていうのはこの犬がボスだと勘違いするっていうのはどうやろうか。まあ例えば床にバーッと置いてて、まあ、おもちゃで遊び出して、で人がそれに構ってあげると、犬は自分がボスや自分が偉いと勘違いして人を操るみたいな、そういう支配するみたいな考えなのね。それは本当かどうかなって話ね。ここで大事になってくる考えは、犬が上下関係とかボスとかそういう考えを持ってるかどうかやな。上下関係っていうのはものすごく厳しい世界なのよ。どんなことって言ったら、例えば食事ね、我々普通に食事するけれども、上下関係がある社会のね、生き物の食事やったら、立場の上のものから食事していくわけね。立場が下のものから食事していったら、もう上のものがね、それはやめろっていうふうにして、すごい攻撃的に指示をしていくわけね。犬がそういった行動するかって言ったら、あんまりせえへんよね。人がご飯先に食べてても、犬の方がグルーって言って、ガラーって噛みついてくるとか、そんなのあんまないよね。例えば、寝床もそうなんよ。寝てる場所を、立場の上のものは守ろうとするから、立場下のものが通ったりしたら、すっごい勢いで襲ってくるのね。で、犬もね、そういうかって言ったら、まあ、部分的にはそういう犬もいると思う。自分のエリアは嫌や、来ないでって。でも、食事の時やったらおとなしかったりするのね。あれ？あれ？食事の時おとなしいってどんなことって言ったら、人が食べてたらもらえるのを横でじーっと待ってる。うん、そうか、あげる。はい、どうぞ。はい、もらう。もし犬が、上下関係のをしっかりと持ってる生き物やったら、立場を必死に守ろうとするわけね。
立場っていうのは守らなかったら自分は蹴落とされてしまうから、その地位を必死に守るわけやんか。自分が下あの突き込んで下の地位に行くわけじゃないから。じゃあ 犬っていう生き物が上下関係を持っている生き物やったら全部、善と自分の立場、ね、上の立場に行ってたら守ろうとするわけよ。何が何でも人を支配しようとしてる、ずっと人に対して攻撃的であったりするわけね。まあその立場が上だと思うんですね。じゃあ例えば一部分で、例えば人が触ろうとしたら、ね、噛んでくるとか、そういう足を触ったら噛んでくる犬、ね、触られたくないっていう犬でも背中とか胸やったら大丈夫やったりするわけね。でご飯食べてても襲いにかかってこなかったり、寝てるとこ通っても別に大丈夫やったりするわけね。まあ機嫌とか言ったら、あの機嫌が悪かったら襲ってくるって言う時もあるんやけれども、必ず毎回そうじゃないのよ。別に機嫌犬の方が状態良かったら、犬っていうか人との関係が良かったら犬の寝床のとこ通っても別にうならなかったりするのね。やっぱりそうやって一部分だけ見たらちょっと支配的であるとか、あの上下関係があるように見えるんやけど、全体から見るとやっぱりそういった行動っていうのは必ず出るわけじゃないんやか。その部分でおいてはちょっと関係がおかしくなってるんやけど、全体から見たら別におかしくないよね、普通だよねっていう、犬と人との関係が上下関係じゃないよねっていうのが分かるんや。だから根底から見ても犬は上下関係を持っている生き物じゃないから、おもちゃを片付けなくても自分がボス、犬が遊び始めてもボスだよっていうふうには勘違いしない。どうしたらね、私のところどうしてるかって言ったら、もうおもちゃは床に掘り投げっぱなしにしてる。もうその辺になんかなんやかんや落ちてる。これもそのうちの一つね。あの犬が遊んできて、あのこういうの加えて遊ぼうって言ったらそれに応えてあげる、まあ、答えてあげてるとか、まあ、あの自分が忙しい時とか、なんかご飯作ってる時とかやったら無視してるんやけど、掃除してる時とか、えってこういうの持ってきて投げてって言うんやけど、あの無理無理って言ってほっとくんやけれども、そういう風にしてあげて犬がね、どういう風な気持ちになるかよね。さっき言ったように上下関係はないから自分がボスやえへんっていうのは思わへんから、犬がどういう風な気持ちになるのって言ったら、受け入れてくれたっていう気持ちになるのよね。犬にも感情っていう、あの感情っていうものがあるもんやから、それがね、人にも同じように共通点としてあるのよね。じゃあその自分が受け入れてもらえたっていうのはどういうことかって言ったら、例えばあなたね、あなたがなんかどっか友達と遊びに行きたいなとか、飲み会ね、ご飯一緒にどうとか誘いたいなと思ったとするやん。それを相手に伝えるやんか。それを受け入れられたら、向こうがいいよ、オッケー、っていう風にしてもらったら、どういう風に感じる？おお、よしよし、こいつ言うこと聞いたから、あいつは俺のな下の存在や、部下、あいつは俺の部下やみたいな思わへんやんか。犬だってそうやねんって。そんな上下関係で人を見てないねんって。あ、なんかこういう風にしたらなんか受け入れてもらえた、やったーぐらいにしか思ってへんねんって。だから犬が遊ぼうって言ってきた時とか、なんかこれで遊びたいって言ってきた時なんかやったら、素直にそれをね、あ、そうか、じゃあ遊ぶ、じゃあ自分がね、時間ある時やったら遊ぼうかって言って遊んであげたらいいし、ね、こういう時やったらこういう風にするとか、してもらってもいいし、すごいね。そうすると犬の方はね、またこれで遊ぶ、それ時々で違うのよ。なんかうちだったらテニスボールで遊ぶ時もあれば、こっちのなんかこういうおもちゃで遊ぶ時もあれば、こっちのなんか変な、これなんかよくわからないやつで遊ぶ時もあれば、こういうイチゴで遊ぶ時もある。これよし、シャカシャカで、そんな時にその時どれで遊びたいなんか自分は分かれへんねん。置いといたら、床に置いといたら、自分でこれ遊びたいって言って持ってきてくれるから、あんじゃそれで遊ぼうかってすると、お互いね、好き好んで遊べるのよ。犬からしても遊びたくないおもちゃで遊ぼうって言ってもやっぱりね、いまいち反応が良くなかったりするのね。だからそういった意味でも置いておいた方がいいよね。ただおもちゃに対して犬がどういう風に反応するかでちょっと難しくなったりするんだよな。床に置いて、おもちゃを置いておくのが難しくなったりするね。例えばね、この子やったらそうやってかじって食べたりせえへんかったりとか、加えて人に危害加えへんねんけど、おもちゃを加えることによって自分のもんっていう、その所有欲とか取られるとか人に取られるだとか、そういったよく意識が強くついてしまうような、テリアなんかそうなんよ。おもちゃを自分のもんっていう風にどうしてもしたい傾向があるから、人が取り上げるとすごく関係がこしれるのね。あ、おもちゃ取ったら人から取られるから人大嫌い、おもちゃ取ったら人から離れようとか、おもちゃ持っている時に人手出したら噛んでやろうとか、取られるから、いやいや、そういう風にこじれちゃったりとか、まあ、あとはかじって飲み込んでしまうっていうのもそうやね。おもちゃは食べて飲み込むっていう風に覚えちゃってる子もそうなんよ。
だからそういったのを直して、そういうのは直していくというか、行動を変えていかなあかんよね。おもちゃは、人をかじるも、人をかじるじゃないね。人を噛むもんとか、おもちゃを噛んで飲み込むもんじゃなくて、人と一緒に遊ぶもんだよっていうふうに変えていかなあかんよね。で、そういう欲が少ない子も少しずつそうやってしつけとかね、やっていかなあかんよね。そういうのやってるのが、私のしつけ教室ね。私のしつけ教室では、そうやっておもちゃでの扱い方とか、犬をね、こうしたら犬が遊ぶようになりますよとか、人が噛まなくなっていきますよっていうのをいろいろね、試行錯誤しながら進めていくのね。まずは、そういうのご相談からでもいいんで、下記の連絡の方で、下記の連絡先の方、まずご相談からでもいいんでしていただければ、こちらから反応して、ね、ちょっといい方向に進めていきたいんで、よろしくお願いしますね。ではまた次回の授業もよろしくお願いします。それじゃあまたねー。